ロッテ楽天、10日、ゾゾマリンスタジアム。楽天は初回、先発の松井祐貴投手が先頭から打者一巡9人連続で失塁を許すなどいきなり8点を失う大乱調。アウトを一つも取れず降板となった。写真、まさかアウト一つも取れず8失点ショック隠せず呆然とうつむく松井祐貴1点を先制した直後の初回、長い守りになった。虫二塁から、 小川の番頭7試合ぶりのスタメンマスクとなった堀内が1塁へ薬送球。あっという間に同点とされる。なおも無視1、二塁から外の放った通列なライナーを左翼中島が目測を誤り頭上を起こされる敵地2塁打で逆転を許した。さらに、続くポランコのフルスイングから放たれた打球は、3塁前へのボテボテの敵地打ちの案だ。角中、田村、 藤原にも敵地打を許し、打者9人に43球で8安打1死球の内容で発展を失ったところで降板。交代が告げられベンチへ戻るとタオルで顔を覆い動けなかった。